カバババです、野宿をですね、やってたんですが、ちょっとすごいハプニングがありましてね、まあ、ハプニングって言っても、まあ、別に怪我したわけでも何でもないんですけど、ちょっとあのね、これを言っちゃうとお前嘘つけとかいろいろ言われかねないんで言わないですけど、ちょっと大変なことがあったんで、まあ、正直言うとですね、野宿、まあ、志半ばにしてですね、車で逃げ帰ってきちゃったと、まあ、いうのが正直なところです。ちなみに何があったかというとですね、ちょっと言えないんですけど、ちょうどこの辺りかな、夜中ね、この角度、この広場があるんですけど、まあ、今カムママさんが歩いてますけど、ちょうどですねこの辺り